やばい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 、いや、やばい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 よこの数。おいしょー、めっちゃジャンプできるやん。おりゃはい、こんにちは、グリードです。今日はね、世界で今一番売れているゲームをプレイしていこうかなと思います。ウォーハンマー 40K スペースマリーン2ですね。このゲームは9月の10日に PC、PS5、Xbox の X と S の方でリリースがされまして、今めちゃくちゃ売れてて、まさに海外では覇権ゲームになってるゲームなんですけど、 Steam の売上ランキングも全世界1位 で、僕が見た時日本だけは Apex Legends が1位でしたね。どんなゲームかっていうと、まあ、今から4万年後の遥か未来、人類とエイリアンの戦争を描いたゲームになります。原作はね、ボードゲームなんですよ。で、アメリカとかね、本当にね、ボードゲームがすごく根強い文化として、今も残ってて、まあ、いろんなボードゲームショップとか、ね、たくさんあるんだけど、本当にね、歴史が長くてファンもたくさんいて、まあ、もともと人気なシリーズで、いろんな媒体で、まあ、ボードゲームだけじゃなくていろんなジャンルのゲームとしても今まで販売されてきた、本当にこうスターウォーズぐらいこうストーリーの濃さと歴史があるものなんだけど、僕自身はシリーズはプレイしたことがなくて、まあ、今回2ってことで未プレイの人どうなのかってところなんですけど、まあ、一応前作プレイしてなくても楽しめるみたいです。で、基本的システムとしては、PVP ね、対戦ゲームもあるんですけど、基本的には PVE ですね、コープモードがメインのゲームになります。3人協力プレイでもう大量のエイリアンたちと、まあ、巨大ボスを、と戦っていくっていうゲームになりますね。はい、では早速プレイしていきましょう。今回はグラフィックもね、まあ、2024年最新ゲームだし、すごい綺麗らしいから、そこも結構期待だよね。アメリカ版地球防衛軍みたいな感じかなちょっと違うかもしれない。これがスペースマリーンですか、強化人間パワーアーマー来た。もうムキムキゴリゴリの強化兵たちがエイリアンをぶっ倒すっていう海外の人好きそう。そう、ヘイローギアーズ・オブ・ウォーカーあるよね。おお、すごい、もう乗り込んでいく量がえぐい。多分開けられちゃうよ。あ、え、落とされた。おお、すごい、あの高さから墜落しても大丈夫なんだ。ティラティット、あ、エイリアンの侵略から2日目らしいね。もう、はい、繰り返す。キルチームリーダーから部隊へ、ボックス通信を確認しろ。墜落した。そう、これね、フルボイスです、日本語。しかもチームリーダー大塚さんじゃない、この声、声優がいいですよ。はい、周りを見渡す。なんかマウスカーソルがあるんだけど、なんでずっとマウスカーソルあるなと思ってたけど、あ、これ全部エイリアンだ。うわ、え、これと戦うんですか我々。指揮官から連絡は。この物量と戦うんですか我々これから。あー、あの奥に味方いるね。どんな命令を受けた。計画通りだ。ウイルス爆弾を成層圏に発射し爆破してティラニットの死に様を見届けてやろうぜ。あ、いますね。え、RB? こっちけ、こっちか、オッケー。ライト攻撃もう一瞬で血だらけになった一瞬でびちょびちょやん。あ、そうですよ。ちょっとグロいです、このゲーム。上が赤いのがヘルスで、下がアーマーか。そうね、基本的に格闘と銃で戦っていくんだけど、なんかいろいろプレイ動画見てたら、いろんな武器と、近接武器と遠距離武器あったから、まあ、スタイルによって違うんだろうな。ほら、あれ、ちょっと、ヘビ。ホールドして敵をノックバックさせる。なるほど。パーフェクトパリー。まあ、これはいわゆるあれだね。格闘、まあ、死にゲーとかでもよくあるか。敵の攻撃をジャストで跳ね返せってやつね。おい。あ、結構わかりやすく表示してくれるんだな。
めちゃくちゃ爽快感あるやんこれ。うい、敵をパリーする3回。あ、もうどんな時も青い表示が出てくれんのかなこれ。分からん、もう敵多すぎてパリーできてんのか分かんないこれ。多分できてるっぽいけど、パリパリ、これジャストパリーかな。日本のゲームでは見れないぜこんなのは。敵を6個は右クリックか。フィニッシャー、うおー、青いのがパリーで赤いのが回避っぽいね。こんだけアーマーでかいから中身の人間もマジゴリゴリなんだろうな。まさにマジでギアーズオブウォーみたいな。死体だらけだ。あ、これ味方じゃね。味方のピストルをゲットして、これで銃ゲットってことか。弾はいっぱいあるな。すごい、これガンソードガンアクションってこと？デビルメイクライってことですか？あ、こういうこと？おお、あ、これオートロックだ。吹っ飛ばして銃でオートロックで倒してくれるってことか。急所を。なるほどなるほど。ちょっとコンボゲーみたいな。ちょっと多いな。で、こうか。おお、かっこいい。で、この物量だと割と納金で戦ってても体力なくなるよな、俺。これ普通に面白そう。おいくら万円？これはですね、ゲームパスにはね、前作はゲームパス入ってて、まだ2は入ってないんですよね。9800円です。向こうだと70ドルだけど、日本円で9800円です。お！よいしょ！よいしょ！跳ね返して。ガンアクション、オッケー。ちなみに僕スチーム版で買ったので、コンコードで4400円返金されたからお安く購入できました。ありがとうコンコード。あ、味方が倒れてる。大丈夫か。なんだろうこれ。燃料ウイルス爆弾を取り出すって書いてありました。あ、あ、仲間がやられてしまった。これは回避。パリーして。おいしょ！いいね。いいダメージ入ったか。ここね。ヘッドショット。倒したか？あ、処刑処刑。よいしょ。割とノーマルだけど、体力結構減るなって感じがする。パリーして。パリーできてるこれ。で、ヘッドショット。で、処刑か、これで。赤くなったら処刑。もう全部赤いからよくわかんない。もう血で全部赤いから敵が処刑状態になってるのかどうかもわからないこれ。お、アサルトライフルだ。すごいこれ、これギアーズのランサーだっけ。めっちゃギアーズオブやっこ。両手武器持った状態で、あ、ソード出せるやん。よいしょー。ウイルス爆弾をミサイルに入れて成層圏まで打ち上げると、これ一人で動かせるんや。クソデカミサイル入れて、おー、いっぱい来たよ。え、これどう、え、これどう、え、一人でやれって言うんですか。待って待って。え、これどうしたらいいの。え、どこ、どうしたらいいのこれ。え、とりあえず撃つのか。撃つしかないのかなこれ。グレネード、いやこれ意味ある、これグレネード意味ある、この数。え、これ増援ないのかな。増援ないですか。え、で下入ってきてるけど、どっから上がってくるのこれ。え、これ来るのもしかして。あ、来るっぽい。これガチで来るっぽい。これそ、この数とやらないといけないのかガチで。いや待って、倒しきれないよこんなの。パリー、うまい、うまい、うますぎ。やばいやばいやばい、マジでやばい。処刑して巻き込むじゃん。ただ下からどんどん上がってきてるから、多分あの青ボンベ爆発するっぽいから。ああ、え、大丈夫だ、なかったことになった。あ、そういう風に発射するんだミサイルって。ジェットコースターのタイプね。あ、やばいよ、左右から来ちゃったよ。どうすんの。エイムいいな。エイム良すぎるだ、良すぎでしょ。
すえす、僕の操作してるキャラと違う。お、顔取りました。おー、なんかでっかいの来たぞ。倒せんのかな俺。体力バーも何も表示されてないから。おお、大丈夫、やっぱイベント。大塚さん死んでしまうん、これ。え、第1話で大塚さん死んでしまうん。お、援軍かな。ガタクの軌道、まあさっきの惑星の近くだね。まあ、多分4日目だから2日経ってるね、さっきから。え、スペースマリンってこんな体中ナットみたいなの埋め込まれてるんや。フライマリス、ウルトラマリンで新しいアーマーをいただき、こんにちは。みんな同じの着てるね、お揃いだね。やばい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 、いや、やばい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 よこの数。気持ち悪い、シンプルに気持ち悪い。これはわあ、もうどこ行っても血だらけ。わあ、すごいミートカーペット。すごいミートカーペット。わ、こっちもだ。鮮やかな赤色のミートカーペットや。お、ジェットパックついてる。ジャンプ、グラウンド、パウンド。プレイ動画でこれでハンマーでブンブン振り回してたからね。こうか。おいしょー。ヒーロー、スーパーヒーローランディング。いいね、めっちゃと、あべ、危ない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 。おいしょ、めっちゃジャンプできるやん。おりゃあ、うっ、おいしょ、これハンマーでやりてー、早く。チェーンソードもいいけど。おいしょ。空中、お、空中打ちできる。からの、どう、あ、もう倒しちゃってたか。うわ、いいよ、イエー。いや、このでめっちゃ楽しいっすよ。うわ、もう処刑しまくり。うわ。というわけで今回はウォーハンマー 40K スペースマリーン2をプレイしていきました。いやね、久しぶりに高品質な洋ゲーが出てきたなっていう感じでしたね。グラフィックよし、操作性よし、サウンドよし、ね、ストーリーよし。ただキャンペーンのね、ボリュームが少ないっていうマイナス意見があったんですけど、まあ、今後ね、 あのコープモードのミッションがアップデートで追加されていくらしいので、まあ、その辺は大丈夫なのかなって思います。コープのね、協力プレイが売りのゲームだから、これね、ほんとフレンドとやったらマジで楽しいんだろうなっていう風に思いましたね。まあ、一応マッチングシステムで、まあ、ノラの方とプレイもできますと。でね、一応 PVP ね、対人モードもあるんですよ。で、モードに関してはいわゆる COD みたいなチームデスマッチとハードポイントみたいなね、ルールがあって、うん、PVP あるんだけど、そうですね、まあ面白いよ、うん、PVP も面白かったけど、メインって感じではないかな。うん、まああくまでちょっとおまけとしてあるんだろうなっていう扱いでしたね。本当にね、カバーアクションがないギアーズ・オブ・ウォーみたいな感じでした。で、ジェットパックがね、マルチプレイでも使えるんだけど、まあ、それで連続キルが取れると、やっぱすごく楽しかったですね。あ、多分本当にジェットパック出てからマジで別ゲーレベルで楽しくなりました。今後ね、ゲームパスの方に追加されるのかどうかちょっとわからないんですけど、まあ、現状はその通常版でも9800円と、まあ、なかなか円安価格で、最近はもう PS5 を値上げして PS5 Pro も12万円とか発表されて、なかなかね、もう日本人にとってゲームっていうのは高級なものになってきてしまって、まあ簡単には手が出せないような状態になってくるのかなとは思いますけども、まあ非常にこのゲームは、まあクオリティはやっぱりね、売れてるだけあって高いなっていうふうに思ったので、まあぜひ一度プレイしてみてもいいと僕は思います。で、この動画、グッドボタン多かったら、今後また新しいボスとか武器が登場すると思うから、まあそういうの見たいよって方はぜひグッドボタンたくさんよろしくお願いします。それでは。
お疲れ様でした。